私の方は第4章関係ということを明示するに対して80ページを使います。順を追って、ご説明をさせていただきたいと思うんですが、80ページの初めに、新宿行き落ちなどの系譜というのを、ね、確かに新宿行きましてって、パッと見ますと新宿行きがあると西口にはちょっと少しずつ行ってたのがあるいは昔の少しもあるというふうなことで、あるいは新宿病院もあると。で、こう私がこう今日お話しするのストーリー上にこう話をさせていただいた、この土地は一体昔何だったんだろうというのを最初に調べたんです。そうするとみんな昔の大名の屋敷の跡なんですね。考えてみると大名の屋敷って広いですから、そういう広い土地がないとなかなか新宿駅とか大きな単位で間違ってない。で、この80ページに次々と書いてございますように、中原にしても高野にしても広げ屋さんにしても旗を取り出してもらうというようなことだとか、新宿区内の病院、医療病院とかございますね、国立医療センター、あれもじゃあ大名屋敷があったんですね。ということで、どうも江戸時代から今の新宿の町の骨格を作っている説は、江戸時代からすると面白いなというのを気づいた。で、じゃあどうやってそれを調べるかということなんですけど、まあ昔はその史跡とかこういう制度もないわけですから、いろいろ考えているところに、さっきは松本さんからお話しあったように、新宿文化図っていう、新宿区でですね、やはりブログがある。でこれの一部はさっき松本さんから紹介されましたが、安政3年の図面と明治40年の図面と平成18年とは皆さんお手元にございます。ページで言うと3ページですか。3ページが安政3年、4ページが明治40年、5ページの平成です。素晴らしいことにですね、昔の江戸時代の人物は義足じゃないから、もうそれが絵だって言って、新宿のこの図面は全部現在の原則に合わせて義足にピタッと合わせたんです。ですから安政3年の図面を縮小して明治40年に重ねると、明治40年だの施設が安政3年の図面がどういうものだったかすぐ分かるよ。で、もちろん平成18年がどういう状況だったか、じゃあこの地図を作ったらいいんじゃないかということで、それで安政3年、まあ江戸幕府、明治40年、平成18年、ちょっと不思議だなというんで、国土地理院から地図を全部取り寄せます。いろいろ付き合わせているし、まあ、間に一つ昭和4年ぐらいの方を入れた方がいいんじゃないかというようなことで、表を作っていました。で、この作ったのはですね、ページでご案内しますと、91ページを開いていきます。91ページ。91ページに1の1とかっていう表が書いてあるんですが、これ私の調べですと、新宿内には43の大名がいた。で、その大名の屋敷が52場所余りあったというようなことで、91ページから93ページまでにその、43大名の屋敷がですね、右の方を追ってきまして、江戸時代、明治40年、昭和4年、平成18年、どういう施設も利用されているかっていう人が増えたんですね。ですから、それをさっき松本さんに作ってもらったんですが、例えば1の1、91ページの1の1っていうのはどこかっていうことは、皆さんのお手元の資料にですね、
6ページですね。6ページにこういう、これに合わせて今の表現がある。例えば1の1っていうのは、終わり直前の地区の神谷市っていう、今の防衛省ですね。防衛省の地区だと。というふうなことで、この4の4票、つまり91ページからの表で、江戸時代に、江戸末期に、新宿内にあった43大名の52箇所余りの屋敷は、それぞれどういう変化をしていたかって一覧表が、実態はこれで掴めたということで、さらにですね、その実態を追う中で、その大名が勝手に、まあ、普通土地の所有者ですから、次の人に土地を売るなら敗退で決めるわけですけど、どうもいろいろ調べていくうちにですね、大名の意思で明治時代にパッと変わったんじゃないなというのが分かってきたんです。ですから、つまり土地の利用の変化の背景というんですか。で、それを調べますと、明治維新というものと、この間の昭和の敗戦、その軸にですね、それを軸に大変ポイントとして大きく変わっているというのが分かってきた。なんだっつったら、明治維新の時には、明治政府は大名や旗本の屋敷を全部没収するという布告を出したんです。ですから一度その大名、旗本の屋敷というのは、原則政府の。で、まあ、細かいここに文章が書いてあるんですが、例外的にですね、10万石以下や邸宅1箇所を狭めること使っていいよとか、いろいろあるんですが、まあ、トータル明治維新というもので、大名の屋敷というのを言っているんです。ですから、新宿園の内蔵の時もですね、明治5年に内蔵が国に譲渡しているんですね。というようなことで、明治維新というものが、一つの契機になって自分が大きく変わったということが言えるんじゃないかな。で、じゃあ明治政府は、まあ、例えば江戸で言えば、300班、まあ、286班ですか、それから約700箇所の屋敷があったんですが、全部取り上げますよ、ね。それどうしたかというと、まず明治政府は政府のいろんな官庁施設があって、それに使う。それから軍隊、日本の軍隊ですね。用地に使う。で、新宿区の場合には約 35%、 52箇所の島屋敷のうちの 35% が軍の施設になっている。その他にですね、皇居、皇族、それから奥根さんは全部京都から東京に住みなさいということで命じましたんで、確か100何箇所って書いてあるんですが、奥根さんも家族として東京に住んでいるんです。それから明治の維新に言語ですね、功績になった言語を変わる。で、もう一つですね、これ実にだんだん皆さんもいずれ調べたら不思議と思うんですが、取り上げて各大名は江戸に屋敷がないわけですから、国元へ変わる。で、国元のその土地もですね、政府が取り上げますから。ところが私の調べの範囲では五箇条の五政府の中に幹部一党というのがあって、まあ、もう一度ですね、大名、国元から東京に帰ってこいと、東京に一箇所だけあなたの、屋敷が認めるよと、もちろん聞いたことあるんですが、そういうことで、久米さん、それから玄君、それから昔の大名、これを家族制度というものを作ってですね、東京に住まわせたんですね。ですから、まあ、基本的には官庁の軍の用地になったんですが、まあ、ずっと江戸時代との継続でいくと、まあ、江戸時代の大名もですね、一家族として東京に一部土地を持つことができたということにはなっている。で、そういう大きな軸背景で、一つは大きく変わったと。で、ずっと来まして、昭和の敗戦、昭和20年の敗戦で大きくまた変わったと。なんじゃということになりますと、ご案内のとおり、軍は解体しましたから、新宿内の軍の用地、35% はですね、当時の民主安定という、山団地にしたりですね、国立第一病院にしたり、
栄養病院にしたりという分の用地をですね、病院や学校、あるいは福祉学習院短大、富山高校、まあそういうふうに学校と連絡が変わっていく。ですから、まあ一つは廃線というものを経験して分が改善することによって、こちらの利用が変わっていく。もう一つですね、まあさっき言いましたように、家族っていうのは、まあ約1000件ほどあったんですが、高校は1000件ほどあったんですが、新憲法で家族制度を廃止するということが決まりまして、家族さんがいろいろ特権を持って、議員になれるとか、まあいろんな職位だとか、まあお金の手持ちですね、一応特権を持ってたんですが、そういうものを廃止するということになって、非常に家族も、敗戦、終戦も苦しい生活をされたというふうなことと加えてですね、どうも私の推測ですけど、どうもそういう家族さんの敗戦後の土地の利用を見ますと、東京都の幹線道路ですね、放射線とか環状線でありますね、ああいう幹線通りにそこを利用してるんですね。さっきの新宿二丁目なんかも、もともとは片元の屋敷、大名屋敷だったものに、まあ、新宿二丁目っていうのが作られたんです。そこにも大きな幹線が通るという便利ですね。ということで、まあ、その家族の生活環境というのを迎えた当時に、東京都の全災復興ということで、道路を通る。余った土地は、まあ、また家族様、いろんな人に行ってたんですよ。ですから、その大きく明治維新というものと敗戦に進めて、非常に土地が変わってた。だから、相対で、その土地の売買をするというのは、まあ、市場取引だと思うんですけど、そうではなくてですね、そういう政策というものが大きく影響しています。というようなことを、まあ、調べる結果、報告できるんじゃないかなと。せっかく今日は、このハイジャっていう、歌舞伎町でやってますんで、表題にちょっと戻るんですが、93ページを開いてみたいと思います。で、93ページは大名じゃなくて、大きな旗本のですね、屋敷の跡が江戸時代、安政3年、明治40年、昭和4年、平成18年、どう変わったかというのを、まあ、一応、示しているんですが、ナンバー8を見ていただきますが、これ全部当然説明することはできないんですが、ナンバー8を見ていただきますと、歌舞伎現在の歌舞伎町1丁目、寄り合いの久世三四郎という名前になっていますので、この3ページのこの図面を見ていただきますか。3ページ。官僚ですから、まあ、いろんな役を持っているんですね。三千石以上で200の人を寄り合いと、こう言っているんですが、寄り合いの土地、5千石、面積が4万円と、相当広いんですよね。それが明治40年の図面では、大久保、非病院、隔離病院、高橋と、これだと。
するなと明治の夢に出ています。しかし、そういう、東京ひどいのなんですね、ここに。ここになってました。それが、昭和4年には、大久保病院、それから現在は、大久保病院とか、ここにある健康プラザ入りだというふうな場所になって、こういうように変化になるんですね。で、まだちょっと時間がありますが、ちょっと脱線します。実はですね、この大久保病院と非常に私の関係、兄の関係が、ちょっと一言だけ脱線します。昭和20年の5月26日、新宿の大空襲があったというのは、ご存じだったんですね。たまたま私、山梨なんですが、兄と姉が、ふるさとへ帰るために新宿駅の夜行で待ったんです。そしたら大空襲になったということで、最初ホームにうずくまってたんです。そしたら、駅が外に出てくるということで、なしに出たらしいんですね。一面火の海で、防空壕に入ろうと思ったら、前に入れてくれない。でしょうがないんで、西口の方に行ったらしいです。しばらくしたら、今度、西口がまた木の実になって、木の陰に隠れていて、兄貴が、どこへ今度逃げようかなって、ちょっと首を上げた途端、鉄板が飛んできて、ここが当たりまして、頭ちょっと怪我しないわ。で、まあ、当時はみんな、清掃中ですから、手脱げなんか持ってて、手脱げで縛ってですね、しばらくしたら今度、東の手が全部燃えていって、火が弱くなったので、東に行って、朝方になったら、憲兵が来てですね、お前、なんだということで、大久保病院行けと。ということで、大久保病院に来ましたら、軍医がパッと出てですね、で兄貴に2回刺したと、この2階を、ね、病院の。1回刺されたら、もう命はないよと。ということで、兄貴の話だと、2回刺されたということで、階段上がってると、俺が助かるんだなと思ったっていう、よく因縁の。病院なんですが、もうこの、項目一つ一つ物語がありましてですね、次のさっきの石川証言の7番なんですが、で、まあ、お手先組っていうのは、旗本でいうと江戸御門、江戸城の 門番ですね、それを守っている人たちなんですが、結構広い敷地で、石高は低いんですが、3万平米あった。それが大村伯爵邸ということで、明治40年の時の、この屋敷、大村伯爵の、屋敷になるわけですが、で後に峰島家、明治43年に尾張銀行と呼ばれる峰島さんという人に土地を売ったんですね。峰島さんという人が買った後ですね、その昭和4年、都立大学校ですか、これ大正時代に、最初9年から昭和23年まで、富士講の弟子です。で、それに森区長で貸したり、小間警視長だった。で、しかもですね、その峰島さんという小又医学院名があります。明治40年でこの地図を見ていただきますと、大村の池ってありますよね。真ん中に島があります。で、その峰島さんは明治43年頃、国立庭園に行った時に、実はこの池を埋めちゃうんですよ。でそれはここにある浄水場のですね、貯蔵池を貯水槽を作るために穴を掘りますね。その土でこの大村の池を一緒に埋めるんですね。ところが埋める工事の補強人の中心の人物のところにですね、このようななんか蛇を樽に詰めて埋めちゃったらしい。それが幕府というので、その工事の教員が峰島さんに、ただりが怖いということを申し上げましたら、峰島さんが分かったということで、篠の場の池、上の島の池に島があります。あなたに弁天様がある。ここも大村さんの島に、蛇が出てくれたということなんで、その篠の場の池の弁天さんをですね、よく気分ししようということで、ご案内の方もいらっしゃる。駒劇場の横に弁天さんありますね。弁天さんのお祭り、祭ってるとこはありますね、歌舞伎町の。そういうことで、まあ一応、蛇の戦いを沈めようというふうなことだとかですね、一つ一つこれ、すごい物語があるんですが、まあ、さらに歌
多分それで7番目ですか、9番目、あ、まあ寄り合いの9番目寄り合いの本田篠川という方が持ってた、こちら、明治40年に誰それということは書いてないということで宅地と畑になると、昭和4年には宅地となって括弧浅田金庫となっていました。唯一ですね、あの都心を含めて新宿区までの奇跡構図は東京都中央図書館に見えます。大正元年の土地の所有者は何だったというのを公開してますので、私はそこを調べましたら、この土地は浅田銀行という中野日本店があるあったらしいんです、あったらしいんです、そこの銀行の所有地になっています。峰島さんも、あの峰島萌平さんじゃなくて梅さんという奥さんの名前の土地になっているんですが、まあ、その浅田銀行の土地になっています。でそれが、まあ、戦後現在はゴールデン街とか東京電力の返礼品になっています。というようなことで、まあ、あのそれの時代に変わった土地の利用が変わっていると町の様子も変わるというようなことが言えるんじゃないかと思いますが、まあ、最後になりますが、ページで、100ページを見ていただきます。100ページの終わりの頃にちょっと内藤さんの話が書いてあります。まあ、53大名にて、今先ほど説明しなかったんですけど、明治維新で同じ場所に新宿区内で住んでおられたと、敷地は狭まったんですが、その7件あります。43大名のうち7件は、まあ、明治以降も同じところに住んでいた、もちろん敷地は。で明治政府もですね、国が江戸時代の国がじゃないけど、元いた大名を同じところに住ませて、国がいるところに変えちゃったんです。ですから7件あったんですが、今日まで1件だけしか残ってない。内藤さんだけはずっと続いているということで、ちょっと4行目にまで、終わりから4行目に書いてますが、内藤家は江戸初期以来、今日まで新宿に住み続け、その内藤家として町の歴史に読み込まれていて、内藤家なくして、今日の新宿は、ね、言えないのではなかろうか。内藤家の旧大名は同じ場所に住み続けていない。しかしその跡地は新宿という町の結果となろうと、今日歴史ということで言っていただきましたが、まあ、内藤さんがなんで同じところに頑張って住み続けられたのかと、まあ、明治政府の考えもあったと思うんですが、どうも私がいろいろご当主にですね、殿さんたちといろいろお話を聞いていると、内藤さんの家の中、確認じゃないけど強いなんか意志があったように私は感じているんです。ですけど、本人はそのことをまだ聞いてないんで、また今度お会いできる機会があったらですね、どうして400年も続けたのか、あれ続けられたのか、というような話を聞いてみたいなというふうに思っているんです。ちょっと長くになりましたが、急いで、すぐ、内容や執行を切り替えると、この場所に行くことで終わります。ありがとうございます。